皆さんこんにちは、絵本作家の星名拓夫です。ありがとうございます。というわけで、今回はですね、絵本作家星名拓夫の紙芝居話というわけで、この企画はですね、毎回絵本話そして紙芝居話、どっちかで、おしゃべりするんですけれども、僕が作った絵本、僕が作った紙芝居一つ一つに対してですね、どんな経緯で作ったかとか、どういう思いを込めたとか、どういう風にできていったかとか、なんかそういうのをね、一つ一つの作品に対して、おしゃべりをしていきたいなというふうな企画でございます。そして、この映像と同時公開で、その作品の読み笑わせ映像も公開するので、そちらもね、楽しみにしていただければな。この映像を見た後にその実際に披露している読み笑わせしている映像を見ていただけると内容も分かることになってますので、ぜひ合わせて楽しみにしていただければなと思います。そんなわけで、絵本作家星名拓夫の紙芝居話、今回で紙芝居話は5作目でございます。そして今回おしゃべりしていく作品、紙芝居はこちら、じゃん。ねえ、地球を笑わせるにはどうしたらいい？という紙芝居でございます。ね、ちょっとタイトルが少し長いですけれども、ねえ、地球を笑わせるにはどうしたらいい？この紙芝居はですね、もう作ったのはだいぶ前です。もう5年以上前になるんじゃないでしょうか。大きなテーマとしては、最近本当によく言われるようになりました、いろんなところで耳にすることになってきました、 SDGs というね、この言葉、本当にもう いろんな媒体、それこそテレビ、メディア、ラジオ、もうそれこそ YouTube やなんかでも、この SDGs という言葉をよく耳にするようになりました。数年前、5年以上前ですね、とある企業さんから、この SDGs というのがこれからまあ来ると。それについて、この SDGs をテーマに紙芝居ないしは絵本を作ってくれないかというような依頼というかお話があったんですね。で、その時には本当に僕は初めてその時に SDGs という言葉を聞いたし、意味もさっぱりよくわからなかった。しかしこれからこの SDGs というのは、それこそ子どもたちが読むような教科書みたいなところにも出てくるし、それこそ関連の本なんかもいろいろ出てくるんじゃないかと、それに先駆けて何かこう作品ができないかというようなお話をいただいたんです。で、僕自身はそのお話自体は本当に面白そうな企画だなと思ったので、もう本当にすぐにお受けして作品に取り掛かりました。で、その SDGs というのはね、ここまで本当に聞かれる全然本当に前だったので、内容ももちろん教えていただいて、自分でも勉強して、その当時はね、それこそ検索したらある程度出てくるぐらいにはもうなっていたので、一つ一つこう自分で調べながら、内容をこう整理しながら、このお話を作ったということですね。17の開発目標っていうね、もう皆さん SDGs ご存知の方はお分かりになると思いますけど、17個の開発目標というのが本当にいろいろとあって、正直僕はそれ一つ一つをこう織り交ぜながら最初お話を作って、言ってたんですけど、どうしてもその17個のただの説明になってしまっているので、なんか全然面白くなかったんですよ、最初は、作ってる当初は。それになんかこうニュアンスとして意味合いもこれも一緒だよなみたいなのもあったりして、なんかね、こうただただ追っかけてるだけで全然面白くなかった。と同時に、もう一つ僕の心の中にあったのは、 SDGs っていう言葉が10年後子供たちが本当にこの言葉を使ってるかなっていうことも頭によぎってたんですよ。なんだかこうただの大人のおもちゃになってるなというふうに僕はすごく、それは正直今もあんまり変わってません。
ただただ大人たちがなんかこう分かりやすいようになのか子供たちに伝えようとしているのか、まあ、そこにいろいろな利権やお金というのも多少なりとも発生はしているのでしょう。絶対ないとは言えないでしょうし、なんかそういうのも含めてなんかこれ本当にただの流行りになって終わるんじゃないかなっていうのも正直思いもあって、何かこの SDGs というものに対してそこまで寄っかかるような作品にしなくてもいいのかなというふうに途中から思ったんですね。で、まあ、しかしながら実際はこの SDGs がやろうとしていること、大人たちが確かに言おうとしていること、17のこの開発目標も含めて言わんとしていることは間違ってはいない、伝えていかないといけない内容ではある、それは本当に僕もそれは今ももちろん間違いなく思ってます。だからこそこの SDGs という言葉であったりとか、この17の開発目標、いろんな目標の言葉文言がありますが、これを入れ込まないでお話を作ろうと僕は思ったんですね。で思いついたタイトルが、ね、地球を笑わせるにはどうしたらいいということなんです。だからこの紙芝居はですね、もちろんこの同時公開をしている読み笑わせ映像の内容を見ていただければわかると思うんですけれども、地球を笑わせるにはどうしたらいいかということがテーマなんです。 SDG という言葉、もちろん17の開発目標みたいなことも一つ一つは入れてません。しかし全部は網羅してるはずです。はずですというかしてます。しかし話の内容上無理のないようにもちろんしてます。なのでもちろん SDGs というテーマがあったからこそできたお話ですけれども、そこまでそれに寄りかからないで、でも普遍性があるようなもの、本当にできれば10年後20年後もこのお話が何かどこかでつながっていけばいいなというような思いで作った紙芝居です。なので本当に今ね巷にたくさん SDGs 関連で、それこそ子どもたちに向けての絵本であるとか児童書であるとか、そういったものが出てきてますけれども、どれにも本当に僕のこの紙芝居に、なんていうのかな、この紙芝居よりすごいものは僕は本当に自分自身で言いますけどないと思ってます。全てのことを網羅しているプラスアルファをお話として、面白い、そして、ちゃんと普遍性のあるような内容になったんじゃないかというふうに僕は思っているので、この流行りの SDGs という流れに乗っかった全く子ども向けの絵本や児童書とはだいぶ違うと思っているので、ぜひぜひね、もうそれはここまで大風呂敷を広げているので、内容を見ていただければなというふうにも思いますが、しかしね、本当におかげさまでこの紙芝居を作ったことで、それこそ昨年ぐらいからは SDGs 関連のイベントなんかにも本当によくねお声掛けをいただいて、この紙芝居を、やる機会がそれこそこの数年で増えてきたので、もうだいぶ前ですけれどもね、作って本当に良かったなというふうに今は思ってます。でそのそれこそ去年ですね、 SDGs 関連のイベントに呼んでいただいて、2日間ですね、もう計何公演したのかな、結構大きなイベントで本当に一日何公演もするようなところでこの紙芝居を読んで、とあるお父さんに声をかけていただいて、本当にそのお父さんに言われたのは、他の SDGs の本とかに比べてすごく分かりやすかったし、SDGs という言葉を本当に全然使ってないところがすごい共感が持てて、面白かったですって言っていただいたんですよ。それは本当僕の中でもまさに伝えたいことの一つでもあったので、あ、嬉しいなと思って、そうなんですよっていう風にね、もうあえてなんですっていうようなことを言った思い出がありますけど、そんな形でね、ぜひぜひもしよろしければ今年の夏もね、僕はどこにでも行きますから、 SDGs の、何かイベント等あれば読んでいただければいいかなと思います。嬉しいなと思います。まあまあ、それでも僕はこの SDGs という言葉がなくなる日が本当のゴールなんじゃないかなというふうにも思ってますので、
流行りのままで終わらせちゃいけない内容だと思うので、早くねこの SDGs という言葉が消え去っていくのを僕は願っていますというようなところで、まあ同時公開でねこの紙芝居読み終わらせしてますから、そちらも楽しんでいただければなと思います。そんなわけで引き続きねこの絵本作家星野拓郎の絵本話紙芝居話では、僕の作った絵本紙芝居をねこれからも一つ一つおしゃべりしていきますので、お楽しみにしていただければなと思います。そんなわけで絵本作家星野拓郎の YouTube チャンネル笑える絵本棚、チャンネル登録よろしくお願いします。いろんなところでね、SNS なんかでも活動報告してますし、新しい出版社も立ち上げて新しい絵本なんかも出てますから、ぜひそちらもね合わせて、よろしくお願いします。そんなわけでまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。